ビコンシャスパラダイス。皆さんこんばんは、ビコンシャスパラダイスのお時間です。この番組は東京と沖縄県宜野湾市にあるビコンシャスグループ秋トータルビューティースクールがお届けいたします。本日も秋トータルビューティースクール NA4-校長の秋先生とお電話をつないでおります。本日もよろしくお願いします。秋先生こんばんは。聞こえますか？あ、聞こえます。はい、なんか突然電話になったと思ったら始まってびっくりしました。申し訳ないです、すいませんバタバタで申し訳ないです。はい、今日はちょっと耳元で喋っております。今のライブの方でですね、フェイスブックページのライブの方でもお伝えさせていただきましたが、ヘッドホンとマイクが届き次第もう少し聞きやすくなるかと思いますので、今週はご了承くださいということでお伝えさせていただきました。はい、先生、はい、今日はとっても、はい、聞こえます。聞こえますか？はい、聞こえます。しっかり耳につけてますので。 ありがとうございますこれが嫌だって言われる。はい、お願いします。はい、八王子商工会議所女性経営者の会シルクレイズから お知らせがございます。ちょっとモノクロになってしまったんですけれども、こちらの方ですね、フェイスブックページの方ではカラーで、掲載しております。しかるですね、2018年9月の26日水曜日、会場は17時30分、開演が18時30分からですね、私たち、シルクレイズが主催します。トレンドから次の世代を読む秘訣、来年は2020年以降はという、題名でですね、講演者牛久保もぐみさんが、講演をしていただけます。まだまだですね、チケットの方ございますので、ぜひ、ビコンシャスグループアキトータルビューティースクールの方からも、掲載をさせていただいております。ぜひですね、一度ご覧いただいて、お誘いやわざの上、ご宴会に来ていただければと思います。ちょっとここでですね、質問的にはいろんなですね、質問も出されているんですけれども、私はやはり牛久保さんと言ったらほんまでっか TV とかおお、はい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 、ほんまでっか TV、 はい、ね、あとはメールのウェブアップラとかですね、コメンテーターとかたくさん勤めていらっしゃる方です。はいはいはい、世代のトレンド評論家の方ですので、女性経営者の方とかぜひ聞いていただきたいかなっていうふうに思ってます。推奨させていただきます。日時の方が2018年9月26日水曜日ですね、夕方6時30分開演です。場所なんですけれども、八王子の東急スクエア12階学園都市センターのイベントホールで、講演会を行います。参加費の方が2000円になっております。私の方もフェイスブックページをお問い合わせいただいても結構ですし、またですね、八王子商工会議所シルクレイズ事務局の方でも受け付けておりますので、ぜひぜひお誘いの枠の上、講演会の方にご来場ください。お待ち申し上げております。はい、ほんまでっか TV のに出ている時もすごく面白いお話とかすごく面白いですよね。はいはいはい、先生の良かったのにね。はい先生ちょっとワープしていきたいんですけどはい、ぜひこれを聞いていただいている方はですね、聞いていただきたいかなというふうに思います。はい、以上になります。あ
ありがとうございます。はい、はい、そして何か今週は店長の方からお話はございますでしょうか。あ、はい、あります。はい、はい、毛穴ケアと美白がしたい、あ、私もちょっと、はい、お知らせになるんですが、はい、毛穴ケアと美白がしたい沖縄綺麗女子の皆さん、こちらも必見なのでぜひメモを取っていただきたいなと思います。はい、こちらは、はい、はい、こちらはタグキャンペーンになっています。インスタグラムのタグキャンペーンです。で、はい、タグを2つつけていただいてインスタの方にアップしていただけるだけで速攻効果で毛穴が綺麗になるソニッククレンジングを1回プレゼントいたします。で、このもう1回ちょっと聞きづらいので、はい、大きい声で何のキャンペーンになりますか。あ、はい、タグキャンペーンになります。タグ、タグ、はい、はい、ハッシュタグ、あ、ハッシュタグキャンペーンです。すいません。はい。すいません。ハッシュタグのキャンペーンです。はい、インスタの。はい。で、こちらは。ハッシュタグのキャンペーンってことですね。はい、そうです。すいません。で、はい。で、こちらは、はい、毛穴ケアと美白がしたいという沖縄在住の綺麗女子の方必見になっています。こちら、はい、こちらのハッシュタグは2つつけていただきたいです。1つはビコンシャス沖縄宜野湾店。これひらがなでもいいけど長いよね。そうですね、ちょっと長いですね。そうですね、ちょっと長いですね。ビコンシャスのビはですね、皆さん漢字ですよ、漢字。あ、美しげで漢字、はい、コンシャス方から、はい、沖縄宜野湾でこれ感じですのでよろしくお願いします。ありがとうございます。補足ありがとうございます。はい、はい、でもう一つのハッシュタグの方は、うん、毛穴ケア&美白です。漢字で毛穴、カタカナでケア、そして&美白は漢字になります。毛穴ケア美白ですね。そうですね、はい、はい、もう一度このハッシュタグ2つお話しします。ビコンシャス沖縄宜野湾店と毛穴ケア美白、こちらの2つをこの2つのハッシュタグをつけていただいてインスタにアップしていただきたいと思います。で、何をインスタにアップしてもいいの。これは沖縄にまつわる写真なら何でも OK です。例えば、沖縄なので、はい、海とか、はい、海とか。でも海とか言ったらさ、この辺の人が湘南の方に先とか言ってたら海の中にとかそういうのあるの。あ、なるほど。あれさ、FM ギノワンさんに行くじゃん。はい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 。FM ギノワンさんに行っていつもだとお兄さんとかをパチャッと撮ってるの。もうあれはありです、はい、お兄さんの写真、はい、お兄さんの写真ならもう2回プレゼントですね。にお兄さん、はい、FM ギノワンのお兄さんの写真であれば皆さん2回プレゼントいたします。その時間月曜日の夜8時に FM ギノワン集合したらいいんじゃない。なるほど、そうですね。そうですね。そうですね。あの、今からだけど、はい、そうですね。毎週月曜日の夜8時に FM ギノワンに、はい、サポートしてくださっているので、ぜひ横顔でも、はい、写真撮ってくだされば、このなんと特殊のソニッククレンジング2回プレゼント。はい。お兄さんの肌の中にニックネームは。あ、ニックネーム何さん。あ、正規さんですよね。はい、はい、正規さんです。何聞こえない。あ、正規さんです。正規。はい。差しすせいのせいきさんです。
い、はい、正義ちょっとラップタイム増やしましょう。あ、ハッピーはい、正義兄さんで参加してる人もハッシュタグハッシュタグはあのもう一つ増やして正義さんでいいですか。そうですね、正義兄さんですね。そうですね、正義はひらがなで、兄さんの兄は漢字でお願いします。先生あのコメントであのお兄さん写真撮りましょう笑いと正義さんでいいのって来てます。はい、もう OK です。はい、ぜひもう FM 技能案、月曜日の夜8時皆さんも大集合です。はい、正義兄さんハッシュタグつけ、それだけじゃダメよ、お兄さんの写真入ってないとプレゼント使わないからね。そうですね、通常の、はい、そうですね、そうですね、沖縄で毛穴ケアしたいなら正規兄さんですね。そうですよ、美容者の正規兄さん、正規兄さん、あいさつが正規さん、あいさつが正規兄さん、いいですね、いいですね。じゃあじゃあ皆さん、あの普通の通常の1回プレゼントでいいのであれば、沖縄にまつわる写真送っていただきたいです。でもできれば沖縄の、あ、写真がいいです。沖縄の海の写真だったりとか、うーん、あ、お蕎麦屋さん、あ、お蕎麦食べてるところでもいいです。で2回プレゼント欲しいなっていう方は月曜日の夜8時にいらっしゃってください。ちょっとでももうちょっと少ない、だってさ、はい、観光客の方であちょっと嫌いにしちゃったし離婚させて行こうかなって言うんだったらそれでもいいけどさ、はい、中長さんに見せてほしいわね。あ、しゃなんかさ、もう沖縄これでもかみたいな人ですよ。あ、そうですね、そうですね、これでもかって沖縄、あ、私も見たことないものを、はい、皆さん送ってほしいです。なんか海しか言ってないから海と沖縄とか、あー沖縄な、広島間に、あー、広島間の中に一緒に入ってダイブして、えぇ、ー、一緒に泳いで、はははは、もうその方5回プレゼントですよね。結構取れないですよ。あ、その方は1年間通う放題ですか。でも沖縄の海でダイビングして何か撮った写真じゃダメなの。ああ、もうあえて沖縄の水族館の中で、はい、まあ、インテリアだったら永遠にするそうですね、もう私がやれる限り頑張ります。あ、先生コメントで、秋先生とも写真撮りたいですって来てるんですけど、じゃあ秋先生と写真撮れたら撮れたら、はい、どうしましょうかね。もうこれ正式に私が沖縄に行く日決まってますので、正式に行くと思いますね。あ、そうですね、そうですね、遅くて正義を込めてね、はい、なんかしたもれなく先生のパワー付きですね。パワーがいただけて次の日すっごい元気になるっていう。そうね、そうね、はい。そうですね、沖縄にまつわる写真ってたくさん面白いのありそうですね。そう思いますよ、たくさん。それからね、内地からいらっしゃる方、あ、はい、ね、特にあの関西方面の方、はい、あれいいんじゃないですか、クーポン、あー、はいはいはい、ホービーの関西方面の
とかホービー、皆さんご存知かと思います。クーポン使えますので、ぜひ沖縄旅行の時には使ってもらいたいですよね。そうですね、はい、ぜひ沖縄旅行で癒されたいな、疲れたなという時はホービーのポイントをビコンシャス沖縄宜野湾店でぜひ使っていただきたいです。はい、まつげパーマとかでも使えますし、何でも使えますよね、はい、そうですね、はい、フェイシャルも使えます。はい、で、ちょっとなんか飛びてきたのに入っちゃったとか、そういうこと何ですか、何ですか何ですか、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 先生。だから無駄毛で、あ、無駄毛そうですね。そうですね。はいはいはい。そうですね。もう全然使えます。もうボンボン鼻毛抜きます。はい。そうです。志望妖怪キャビテーションも、はい。先生コメントで関西方面の方も OK ってかちゃんさんから来てるんですけど、もうぜひいらっしゃっていただきたいです。もう OK です。そうですね。はい。先生、私今日もう一つの携帯から先生のフェイスブックページ見ながらお届けしているので、先生が今、先生が今何か、先生が何してるか今分かります。 OK ってやってますよね。そうです。エクスリオはカメラの向きが違うんですよ。あ、私ですか。あ、先生ですよね。そうなんです。今日は同じ交通室なんですけども、はい、向きを変えてみました。あ、なんか違う部屋かと思いました。そんな同じなんですよ。おー、角度だけなんですね。はい、おー、ありがとうございます。先生コメントで、はい、はい、鼻毛をこう脱毛されたらくしゃみ連発ですって書いてあります。くしゃみ先生、くしゃみ出るんですけど、この酸素の量が全然違いますよね、普段の時と。違いますね。違いますよね。で、ちょっとなんか人にやれるのは恥ずかしいっていう方は、ほら練習もあるじゃないですか。あ、はい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 。ホームケアのワックスもございますので、はいはい。眉毛の下とかこういう、すごいいいですよ、生えてこなくて。そうですね、眉毛とか、あと口の周りとか、はいはい、こういうとこ、おー、透明感、ワックスしたら綺麗になりますよね。あ、そうですね、はいはいはい、はい、まあ、一応で救急でね、できますので、ぜひ、はい、使っても、まあ、もちろん使わないでもいいんですけど、なるべくだったら服がいっぱいなので。そうですね、はい、ホーピーホーピーカタカナでカタカナでホービーです。え、カタカナじゃないよ、英語だよ。あ、ビーワイホービー、失礼しました。カタカナホービーやった、ホービーってなんかちょっとなんか、はい、なんかそうですね、英語の、そうですね、 HO の方がかっこいいですね。はい、 HOBY ホービー。もう絶対皆さん今日の、はい、夜でも思い出せそうですね。ちょっとなんか YMCA みたいなやりたいんですけど、ちょっと出てきて、先生今日私 Facebook ページから見てるので、もう面白すぎます。
もう皆さんのツイキャスもツイキャスではなくビコンシャスの、はい、ライブ配信から見ていただくとすごい面白いです。秋先生も出ているのであこのユーストリームからもなんですけど、先生の方のビコンシャスグループのライブ配信からも見ていただきたいなっていうことを今お伝えしました。はい、なんかね、動き回りながらしてますので、ね、今日は先生、はい、ありました？はい、告知何かありますか？あ、他にですね、ですね、はい、あ、先生、質問コーナー今日からちょっとお願いしてもよろしいでしょうか？はい、質問コーナー、パフ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 、すいません。はい、今日から、ね、はい。質問コーナーで、あの、ね、ちょっと聞きたいことのコーナーを設けようかな、ね。そうですね、はい。何か皆さんも聞きたいことがありましたら、はい、ぜひコメントもお待ちしております。先生、毛穴つながりなんですけど、はい、この毛穴の開きとか、毛穴の皮脂汚れとかっていう、こう自宅でのケアとかって何かおすすめな方法とかってありますか？はい、自宅ですと、まず毛穴ケアっていうのは年齢をね、はい、あの年齢によって違うんですよ。例えば10代から20代前半の毛穴のつなぎ、ね、皮脂詰まり、特定、これと原因の毛穴 の開きとか汚れと、あともう一つ、ある程度のエイジングを重ねたお肌、ね、この人たちの毛穴が大きく見えるって要因が全く違います。だから、はい、一人に、じゃあみんな同じお手入れして、まあ、クレンジングはしっかりしていただきたいですけど、はい、だけどクレンジングはみんな同じを使えばいいかとか、こう毛穴にピーってピリッてピーパックみたいなのをしていいかっていうと、それはブブーって、なので、個人的に、カウンセリングを受けて、どんなケアがいいか、そのケアがいいかってしっかり話していただくということは、した方がいいと思うんですよ。おー、はいはい。年齢、ご年齢によっても違うっていうことですね。そうですね。まあ、人それぞれ違うっていうこと。と年齢によっても異なりますよって、平野の、お悩みっていうのね。コラーゲン量とかが低下すれば、どうしても、筋力にお肌ってこう負けてきます。そうすると、あの開きってこう、細長くなりますね。もったいに引っ張る。はいはいはい。そうすると、皮膚が荒く見えたし、にはなってきます。で、皮脂分泌が活発だからっていうわけではありませんの、ね、で、はい。まず、成功体調とねもうコメントくださればもうスタートできちゃうんですよね、お申し込みもうはいでお申し込みですね先日使いが終了なんだけど、はい、もうちょっと今回はすごい、すごいすごい急ぎってさせていただいて、モビテストとチルテストが遠隔でさせていただくことになります。はいはいはい、はい、お待ちしております。先生、来週もまたよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしております。先生にご質問したい
美容や健康についてだったり美容師国家試験対策についてのこともコメント Facebook ページにお待ちしております。はい、エケリさんさん、はい。そうですね、はいで皆さんできるので Facebook ページにコメントください。先生ありがとうございます。先生ありがとうございました。かわいい先生です。はい、本日の放送も秋トータルビューティースクール NA4-校長の秋先生と私ビコンシャス沖縄宜野湾店店長のイハがお届けしました。また来週月曜日夜8時からお会いしましょう。ありがとうございました。